EA さんとディスコードのくだりめちゃくちゃ笑いました。さらに認められるようにこれからも頑張ってください。びっくりしたよね、本当に。びっくりした。本当にもう。猫ニャさんと仮想クロップさんの絡み面白くて最高です。あれ想像してくださいね。撮影段階ではどういう絡みをするかっていうことを全く決めてないわけですよ。全部アドリブですから。自分がね、行ったアドリブにちょうどぴったりのセリフを編集の時に打ち込むんですよ。マジ未来の自分と漫才してんの俺やばくない？自分の応援してるチームが負けて落ち込みを通り越してイライラしてましたが、この動画を見て笑い落ち着きを取り戻しました。ありがとうございます。私の動画は頭をね空っぽにして見てください。本気で見ると荒しかないから。中山さんは中盤がいいと思います。ちょっと今日中山さんボランチで使ってみましょうかね。え、FIFA23 には J リーグが非搭載になることが決定したらしいです。ねえ、日本代表が搭載されるっていう話もあるみたいなんですけど、これは本当なんですかね。ご報告します。サンダーランドでキャリも始めて1年目で荒木さん取ってトレブルまでの仕上がった頃には OVR90 行きました。人生初の YouTube 米猫ニラさんに捧げます。マジで？え、荒木さんマジでそんなに伸びんの？荒木さん、まあコメントでは言われてましたけど大期待ですね。じゃあ足早いしね、もう今の段階でめちゃくちゃ。タケと比べるタケと、まあさすがにタケの方が能力が、でもダッシュ速度とかバランスなんかも一緒じゃない。現在ノリッチジャパン3位、アーセナルに抜かれてですね、しかも前回も引き分けてしまったもんですから、ちょっとね得点と失点はもう本当に記録、もうあの記録です、記録塗り替える。本当にこれは得点王に南野さんがなりました。あのリバープールのおかげ。クロップさんマジサンキューな。アシストがねなんか伸びてないんでバラバラに伸びちゃってるって感じなのかな。ただもうすごいよ、もうすごい。5人5人ドンドンドン、6人7人ドン。今日対戦するチームはどこですかと。ブレントフォードとリーズ。なるほど。そのお二方どうですか順位は。ブレントフォード18、リーズ12。あー勝ちます。じゃあジャパンがアシストね、ウーデゴールを抜きた。ウーデゴール、あなたに私はたくさんお世話になりましたよ、過去の企画で。でもここでは違う、ここではあなたを倒します。前回リバプールにとんでもない試合をしたじゃないですか。イフトバール、アピールしてくるな、イフトが。ああいう試合ねすごく疲れるんですよ、編集が。だから硬い試合の方が楽なんです、編集は。編集はね。でも前回も言ったけど、リリースされた直後はさ硬い試合多かったじゃん FIFA。 マジで 1-0 で勝つみたいな、そういう試合多かったと思ってるんですけど、やっぱ海外の人たちはバン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 点が入るサッカーゲームの方が面白いって思ってるってことなんでしょうね。やっぱそっちに合わせてアップデートされてるんでしょうから。先にブレントフォード戦なんで順位低い方のね、まあ、ブレントフォードがダメとか言ってるわけじゃないですよ。そんなこと言ってない、ね、今日対戦しないんだからいいでしょう。あなたと会話したくないんだけど、まあ、南野さんの得点王はもう軍いってたんで、鎌田さんトップに持っていって、ここは荒木さん使いたいなって思ってます。で武のアシストも見たいし、ちょっと迷うんだよな、誰を使うかが。本当に福森さん行こう、セルバークで行こう。福森さん、中山さんね、中山さん行っちゃいましょう。ボランチでちょっと遠藤渡さん少し疲れてるので、で前回山根さん、菅原さん、まあでもどうしようかな、長友さんちょっと使いたくなっちゃったな。一発右で、右も左もいける長友さんですから。田中尾さんベンチ入れとこう。これでいいかな、これでいきます。まあ、かつてストライカーとしてね、日本代表でね、森保さんが初めの方は使っていたと思うんですけど、あの時鎌田さんは進言したらしいですね。私ストライカーできませんよって、あのインサイドハーフが自分一番得意だと思ってますって進言したらしいです。でもここで使っちゃいます、よろしくお願いいたします。ファフな送球のノリッチジャパン。まあ相手には意外性のあるメンバー入ってんなって思われてるでしょうから、そこが意外じゃないんだよと。変わってもドンなんだよ、それを見せていきたいんですよやはり。はい、なのでやってる、いきなり。え、ねえねえ、審判動いてないけど。お、動いた。ナイス、やば、危ない。
ちょ先制点取る、危ない、ちょ前からむちゃくちゃ来る、先制点取るのがダメだこれ。中山さんのボランチシュート重いな。エリクセンやりすぎだって、そのシュートはとんでもない。すごすぎるよ。完璧です、完璧です。亮太郎やってご、オブヤル90になるって聞いた瞬間に俺は本当にあなたのことを愛するようになった。俺は鎌田さんの引き付けがもう100点、そこに走り込んでいる荒木さんも100点。いやまあまあまあ、まあ、見れる日来るかもね、プレミアリーグで荒木さんがズンっていう日も。そんなこと言ったら鹿島サボに怒られちゃうかもしれないけど。ナイス福森さん、最高。三笘さん走る。いや鎌田さん最高だな今の。あ、伊藤純也、稲妻純也、マジビッグジュンも踊ってた、入ったと思ってほらいいねー、ファー開くでこれ、そっち、あ、PK、 あ、さっきのゴールシーンだこれは。PK じゃないの？てか福森さんに蹴らした。いける福森さん。え？はい、ナイス。読んでます。はい、伊藤さん。まずいって。まずいってカーソル。オッケー。タケ。あー！よっきょ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 、素晴らしい。で、順位を走らせて、真ん中にこれ、こう、こう、マジか、うわー、福森さん、ヘディング強いな。じゃあ、それはまずいな、長友さん、マジで。やっぱもう60代の選手がもう全然ちょっとそんなこと言いたくないけど違うナイス、ほらもう飛び出すのはバチバチだもん。はい、三笘か、三笘か。前半はちょっとオーケーオーケーオーケー、そう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 、アーセナル やってないのか。さあこっから後半点取れるからね、 FIFA は来たんじゃない？マジ？いや、いい。なんだかんだ抑えてる。やばい、それは。いやされたね、あんなに真ん中しといたのに。ちょっとやっぱ変えましょう、田中碧さん行って。やっぱちょっとダメです中山さんの、奈良木さんも点取らせていただいたので、南野さん軍行くでしょ、ここ。カバさん1個下がってね。で、山根さん入ります。やるしかない、こっから。大丈夫。まずいな。はい、ナイティー。早い時間に点取んないと負けてしまいます。勝負強いとこ見せよう。ノリジャパン、こっから逆転とか今までいっぱいやってきた。そう！走れ！え、なんで走んない彼。誰彼？早い。待って。三笘さんか、これ。いい！第一。第一。いやー！三笘さん、いい！
大地もいい。おお、誰だあれ。11番タケか。タケ疲れてんのかな。まあでもこういうことですよ、カマラ大地の熟知。やっぱインサイドハーフですね。そういうことだ。で、南野さんが匠イズスペシャルで勝ち越し逆転ゴールぶち込んで終わりよ。田中碧さんやっぱジョッキー早い。やめて。 OK。 さあ来た。どうしよう。いったなー。ない。南野取れない。うわ、いいとこ出してきた。ナイス伊藤さん。怖すぎる。ねえマジプレス早い。もう超前線だ。エリクセンが怖。本当にプレス早い。なんかリバプールよりもしかも外しづらいんだけど、これなぜ。なんで。ナイスカット。邪魔しないで。もう味方が味方の邪魔ばっかして。よーし。レー。こういう三笘さんか今日の主役は。おー、じゃあ1対1に突き指したとこ行って。ナイス詰めよ。最高。ビッグジュン拍手喜び。勝負強いねーねー森保さんね。ジュンね。やってるやってるやってる。ナイス。落ちてる。これもうどんやん。オフサイド。いやー。タケサイド。いや、ただもうアディショナルタイム。怖い。よいしょい、勝ち。危ない。正直負けたと思いました。ありがとうございました。うるさいな、なんいちいち出てくる。今日の主役は誰ですか。本日私としては鎌田大地が主役になると思っていました。その通りになり得た試合ではあったんですけども、そこをいい意味で覆してくれた選手がいました。誰かわかりますか。あなた何でしたっけ。何でしたっけ。あなたのお名前、橋本学さん。そう、三笘薫です。じゃ、いや、なんでーさせろ話。素晴らしい。三笘さん、マジでこういうのがリアルで起こって、リアルの世界で起こっていることを我々が見れるっていう、その世界線にたどり着いたよね。なんかソシエダのさ YouTube もさ、久保建英さんだらけになっていてさ、なんかもうほっこりするっていうか嬉しいっていうか、あのダビド・シルバとね、こうトントントンと、まあポジション的にライバルになるわけじゃないですか。ダビド・シルバポンポンポンとね、やあやあやあみたいな、ああいうの面白いですよね。あの KSK がさミランにさ到着してさ、クラブハウス行ってさ、カカと初めて会うシーンとかもさ、おおって なったでしょ、みんなも。そしてリーズ、ガナーズはワトフォードに勝って、次レスターでしょ。いやレスター頑張れ、マジ頑張れ。レスター13位か。で今の試合の結果どうな、ね、ベルナー点取りすぎじゃない。何、オッケーオッケー。久保建英さんがちょっと始まってる。ベルナーと南野匠がすごく精査たくましてますね。ずっとエコーがかかっていました。まずそこに対して謝罪申し上げます。ベルナーと南野匠は最近仲がいいらだそうで、昨日も言ってましたよ。なんかミニ四駆を最近2人でハマっていて、どっちが早いのか日々勝負しているみたいなことを。2人で楽しく勝負しているところに、なんとファンダイクがブロッケン G を持って現れたと、怖かったと言っていました。あぶね、試合でもエコー芸人するとこあった。ダニエル・ジェームズがワントップやってるの、あれ。そういうこと。左ハフィーニャ。南野さんスタメンでいきたいと思います。右堂安さんいっちゃおう。古橋さんスタメンでいっちゃう、まさかので。まあ、遠藤さん生かしてもらって、板倉さんさっき出てなかったし、菅原さんも出てなかったし、伊藤さんのところも変えてもいいかな言うて。でも中山さんさっき出たし、まあ福森さんいっちゃおうか。また大迫さん変わっとく、中村浩介さんと。ちょっと見してよ、中村浩介さん。頼む。見てんだ、あなたの活躍する姿が。奥川さん、
入ってもろって、荒木さん、まあこれでいいか。結構ガチです。さっき、危うく負けそうになったんで、結構ガチです。ドン。あ、そういえばね、あの告知みたいになっちゃってあれなんですけど、去年ラスレオのプロクラブのね、ラスレオってリーグがあるじゃないですか。まあ私が昔ね所属していたリーグなんですけど、そこのカップ戦にまた配信者軍団としてお呼びいただきまして、今年もね、あの参戦させていただきます。ぜひね、皆さん、あの我々の練習相手を募集しています。練習相手を、今年はなんとね、夏島ちゃんも私の方からお声かけさせていただいて、我々のあのチームに参加していただくということになりましたんで、皆さん広告期待ですよ。我々おっさんが夏島ちゃんに対してバリゾーコンをバリゾーコンじゃないわー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 ねやる、あのぜひよろしくお願いいたします。リーズ、まあ、メンバーはね良きですから、やっぱり気をつけたいのはハフィーニャ、うん、そしてダニエル・ジェームス、うん、今回は左に古橋さん起用してますから、そこからやっぱね意外性を持って攻めていきたいです。私はねえ、森保さんもそう思うでしょ。左で古橋さん使うと結構言われちゃうけど、でも私は活躍させます。私は任してください。この神の采配というのを見せます。いきなり南野、うますぎる、うますぎるって。南野さん、なんかカメラがおかしい、なんか今日カメラおかしくない、なんだか、え、おかしい、なんで直しました。ナイス、中村康介、いって、最高ですよ。え、てかむちゃくちゃ空いてんだけど、福森さんだったらこういうパス出しちゃうよ。だってまず古橋さんのクロスもとんでもないし、タケなんてこ、顔面に一回ボール当たっているけど、すげえシュート飛び出たじゃん。いや、いい守備、福森さん。素晴らしい守備、マイボール、最高。はい。苦し紛れのシュートは入んないよって。待って、むちゃくちゃここもプレス早い。それがスタンダードな、なんだなんだなんだ。やめて、危ない、勝て、よし、はい、これ古橋さんがもうピョーンですね。え、俺ドアに出したの今、止められません。もうじゃあピョーンってなって、変なパスになって、古橋さんでじゃあ今度はシュートを取って持って、これですね。なんだこれは、ここね、このターン、お、え、すごいじゃん。前半で 3-0 てか20分で 3-0、このゼロトップシステムというか、ツートップというか、スリートップというか、すごくいい。なんかこれ使ってみようかな、 UT で。この方面 UT だと UT でまだうまくいかないんだろうけど、ちょっとまずい、ナイディ、打たすな、そうだ、でカウンター、ここは動画に出します。何を、何が、やばい、やられたー。いやー
やられドラム出ちゃった。まあ今のはもうな、ね、中村浩介さんからするとふざけんなですよね。河村大地があそこ走ってくれてるから逆にその奥が開く、ここにパスなんですよ。これなんですよ、ノビッチアパーマ惜しい。あ、イエーイ。しかも4対1で勝ってんのにボールを持っていくという煽りにしか捉えられないその行動、南野さんの真意はどういうことなんでしょうか。これは誰の、南野さんのゴールになるの。オンゴールかい。やばい、これやばい。ああそっち、危な、ちょっと危ない。見ればわかる。ナイス。頑張れ、匠。やってるけどね。いける。これいける。向こう、ほら。ね、いけると思ったの今。堂安律？堂安律？堂安律？それは強しないと。3対2で終えるのはまず。オッケー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 。はい、フラッシュさん。はい、これふー。何をしていた今。彼らはあそこにこうやってやった今。ちょっとバカ試合すぎるな。余裕ぶっこいてると急に連続失点したりするから、油あるから。リバプール戦みたいに急に4点取れるみたいな、このゲームは。いいよ、クリア、よし。いや、相手に行ってんだよな、ボール。オーケー、ねえ、クリア、よし。シュートはでも向こうのが打ってるもんね。我々の決定力が高すぎるってだけ、そういうこと。オプションズインザミドル、大丈夫だね。よっしゃ。いや、スクープとは聞かず。はい、はい、はい、ノックオン、ノックオン、大地。やばい、ハフィーナ攻めてきてる。よーし、ナイスガールさ。いよいよ、そういうの、そういうの、そういうの。追いつけないんだよ、早すぎて、あなた。あ、ナイキ。あ、フィリップス。フィリップス出てなかったね、そういえば。え、おー、ハフィーナ戦、ババンギタ戦法やめろって。オッケー、あ、交代してった、素晴らしいよ菅原さんが。こっちも変わろか言うて、左ウィング荒木さん LM できるからいけるっしょ。で、奥川さん、ドン。え、どうしようかな。上田橋さんも使いたいんだけど、南野さんに点取ってほしいっていうのもあるからな。森田さん、ボランチ行きます。やっちゃおう。お、取れない。いや、うますぎる。危なー、やば。ナイス、木森さん、頑張れ。よし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 。いや、ちょっと待って。相手が勢い増して。やられた。おい、中村康介見てますか、柏レイソルサポーターの皆さん。止めてる止めてる止めてる止めてば。え、怖っ。え、逆に逆にね、これはどうする、こうか。なんでリプレイ早っ、リプレイ早っ。匠ちょっと強すぎるなこれ。俺上手くなっちゃってんのかな。
勝つよね。よし。Nothing comes of it. そこで負けるんです。はっ。うぬぼれるなよ、自分。点取られるときは簡単に取られるんだから、こうやって。今衝撃的な数字、今左目に出たんだけど、ノリッチパス60数本しかしてない。どんだけカウンターサッカーしてんの私。中村康介でーす。まだあるな、1点取っちゃおう。荒木さんのフィリップ、荒木さん早い。なんでね、最後決めさせろ。まあ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 、まあ、我々の勝ちでした。てか中村康介さん10セーブもしてる。え、中村康介選手素晴らしかったですね。日本のサッカーファンの皆さんもこの日を待ちわびていたでしょう。代表で中村康介選手がスーパーセーブを連発する、脳震盪というね、非常に難しい怪我から彼は頑張ってきたんです。今に喋させろ。正直に申しますと、監督は私の代わりを探しているのではないかと心配していました。メディアの記事を読み、クラブに新加入した選手にポジションを奪われるのではないかと思っていました。正直に話していただきありがとう。何を言っているんですか板倉さん。監督、話を聞いてくれて、そして引き続きチームに置いてくれて。何を言っているんだろう、みんな。なんでこんなメンヘラみたいになってんの。はっ、2位。え、レスターに、もしかしてアーセナルは。まだやっていないだけ、まだやっていないだけ。しかもノリッチ2試合多いやん、他から比べると。得点ランキングはどうよ。はい、南野また2ゴールしましたからね。で、アシスト、なんで久保くんはアシストできてないことを何なの。次回チェルシー、そしてブライトン。三笘さん見せてやれ。